皆さんこんにちは。機関理学部機関理学科の小田博也です。よろしくお願いします。あとキャリア支援課のですね、まあ、次長もしてますので、その点ではですね、公務員ですね、教育と深く関わっているので、担当いたしております。じゃあ、今から始めていきます。もともとですね、前に、機会をいただいて、ちょうどこの交代連携の場で、4年前ぐらいですかね、まだ実績がですね、これからだとまだ全然出てない時にですね、千葉科学大学で、こういうふうな公務員のですね、教育を設定しましたというお話をした頃のお話をですね、もし覚えたら先生でいられればありがたいんですけども、まあ、まさに今回はですね、そういう意味ではその結果報告というか、どれくらいの成果が出たものかというのをですね、中心にお話をさせていただきたいと思います。ということで、そのまあですね、どれくらい今本学でですね、公務員講座からですね、合格者が出ているかと、まあ、数というよりもむしろ質をですね、ですね、こう上げることが、まあ、メインだったので、まあ、消防官とかですね、警察官はもちろん消防官は全国合格率は1位、ね、悪くて2位なので、そこら辺はまあですね、言っといてですね、一般行政職、そういうふうなところを少しですね、中心に説明していきます。これ昨年度のですね、実績ですけども、まあ、大体ここ3年前はですね、つまり4年、5年とかですね、前はですね、この右のライン、消防官とか警察官、ここら辺のラインのみがですね、大体際立つという形だったんですが、2020年度はですね、これはかなりもう本格的な成果が出ている年でして、左側の、はい、で、次の年いきます、ね。次の年、すみません、前の年ですね、一つ戻って。でこの前はですね、まあ、この20年ほど大当たりではないんですけど、まあ、国家公務員の一般職が1年、それから特別区が1年ですね、それから千葉県庁が1年、千葉市役所が1年、でここは川崎市がありますね、川崎市役所も大変人気があります。これは大体、講座を設定して今5年目ぐらいなんですけど、1年目は、ですね、つまりこの前の年はですね、そんなになんか出なかったんですよ。で、2年目ぐらいから爆発的に出たのがここでして、まあ、これで爆発的なのかと思われるかもしれませんけど、まあ、後でちょっとその説明しますが、これは回答だったんですね。私もどれくらいいけるかなと思ってたんですけど、国家公務員の一般職が、まあ、2名ですよね。それから、東京都の特別区が2名です。これがやっぱり大きかったですね。特別区は一番人気があるやはり仕事というかですね、職種なので、この2名取るだけのは大きい。あと宮城県庁ですね、宮城県庁が1名ですけども、一応ですね、本学の、まあ、公務員体制のですね、もう一度振り返ってですね、体制というのを説明しますと、こうなってます。ハイグレード講座ですね、学長から指示を受けて、私がですね、これは作ったものですけども、ハイグレード講座をベースで、そのですね、基礎となるベーシック講座、あと大学教育の中における公務員対策ベースの授業、それから大学教育としての危機管理ですかね、ここら辺がベースになっての教育体制となっていまして、少しこの教育体制の説明をしていきます。さらにですね、危機管理をベースとした危機管理教育、これはなぜ必要なんだろうかですね、まあですね、まあ、危機管理の思考を知識を徹底して身につける、さらにはですね、資格、防災士やリスクコンサルタントですね、リスクコンサルタントまで持っていると本当に危機管理の専門家だという形でですね、印象を受けます。で、まあ、さらに関連ボランティアでのですね、積極的参加、これらは、はい、4番見てください。面接試験、それから実務において実際に仕事をする上で危機管理は最大の武器になります。特に面接ってやっぱりすごくですね、大変なんですけども、危機管理の話をするともう話が全部ガラッとですね、なんていうかね、受験生にこちらに有利なんですね、もうとにかく危機管理について知りたいという形のですね、特に行政職においては、話に変わっていくので、すごくですね、乗り切りやすいですね、試験ということになります。
大学教育というのが最大限光るというかですね、力を発揮するようになということで、ですね、学生たちも積極的に取り組ませていきます。以上です。ということで、ですね、この時間も来てますので、公務員教育の革新となるものはという形でですね、まあ、いろいろ考えられるんですけど、回答は。もしかしやはり今ですね、大学の多様化とかですね、そういうことを考えていくと、大学が持つオリジナルなんですね、独自の教育力、特にうちの場合には、ここで公務員にですね、特化した形で、まあですね、実践的な教育力っていうのをですね、対教育体制と作り上げてますので、まあ、ここは一番ですね、核心となるものじゃないだろうか、私は思っています。報告は以上です。ご清聴ありがとうございます。